はい、通天閣というね、タイトルのシューティングですね。すごいマニアックなゲームですよね、これ。なんでこんな気合の声みたいな音になってるよ。女の子なんやこれ。ディープ梅田って書いてある。梅田の街。僕は昔ね、大阪に住んでましたけど、あ、ボムみたいなの使っちゃったよ。こういう感じのショーティング好きですからね。あ、死んじゃった、いきなり。これ、なるほど、ずっとそうか。このゲーム基本的に自分の連打じゃないとでき、連打なんですね。押しっぱでできないゲームなんですね。あ、むずい。お、これ強いんちゃうの。あ、これ押しっぱでいける。うわ、むずい。あ、死んだ。あ、取れない。ちょっと、横に広いんですね、あの、この飛行機の攻撃は。ああ、やられた。ブーム使った方がいいか。おー、やられた。これ超マニアックなショーティングですよね。あ、あ、むずい。
もうクレジットゼロやん。そっか、クレジット回数決まってるんやね。これが最後のコンティニューってことや。ああ、難しい。でも面白いですね。ジェームズオーバーになってる。コンテンツなくなったんやね。もう一回やってみましょうか。ちょっと難易度下げてやってみるか。今度は。はい。リッカリティハード。マニア、イージーにしてみましょうか。何ファイルコントロールって。ああ、そういうことか。これ2人同時プレイできるんかね。多分ね。あ、なるほど、ボムの回数が多くなるわけやね。イージーになれば使える回数が。敵も弱くなってんのかちょっと分かんないけどな。なるべくボムはボスとかで使いたいもんな。雑魚戦でボム使うのもったいないもんね。あー、やられた。結構激しいんですよね、攻撃一面から。むずいな。はい、ボムだったら余裕で倒せますね、ボスね。さっきの時もこうすりゃよかったよ。うわ、攻撃が激しいな。あ、間違えた。もったいな。まだ倒せないか。
でもね、死んだらボムが使えるようになるからね。あ、これで一面やったんか。じゃあ最初に倒したやつは中ボスやったんや。大阪キャッスル、大阪城か。これをシッパーでいけるから、これはいいですよね。危ね。いいのか、いいや。これ楽やな、このレーザー。これいいわ。おしっぱだったら余計に集中できるんでね。あの、連打するっていうのをね、連打しなくていいっていうのはない。だいぶ余計に集中できるからいいんですよね。連打集中しながら避けるってなればね、結構大変なんですけど。あー、死んだ。あー、もったいな。中ボスですね、これ。あ、ボンボンもなくなった。逃げてた。なんかこの時期がなんていうのかな、精霊戦士スプリガンの時期に似てますよね、形的に。なんとなくスプリガンとかデンニー・アレスタの時期にちょっと似てるかなって思うんですけど、これちょっとなんていうのかな、人型っぽいというかね。あー、もったいな。まあ、いか要塞っぽいやつやったから。あー、やられた。なんかボムを使わずに一気やられるっていうのはもったいない気するな。ボム使うたびにボム使え、あ、死ぬたびにボム使えるっていうのを考えればね。あ、これボスやな。多分これ一面のボスですね。あ、違うか。まだボスじゃないか。
楽しんだ。倒した。これが2面クリアかな。道頓堀？道頓堀か。街ですね、道頓堀のね。大阪出身ですからね、なんか親近感がありますよね。あ、もったいな。大阪を舞台にしたシューティングっていうのもいいですね。楽しんだ。中ボスっぽいな。おお、なんかテレビみたいな。画面に映ってんのは誰なんやろな。おお、何や、手で攻撃しておった。おお、ちょっとギャグ入ってますね、このゲームね。やっぱり あ、やられた。これが一番いいんちゃうのかな。これレーザー使えるもん、あのパワーアップした時に。うお、これが使えるから、これが結局一番いいような気がするな、時期としては。あー難しい。見倒した。中ボスですよねこれ多分。お、舞台変わった。あー、やられた。あー、むずい。なんか急に虫ばっかりの目になった。ボムをやってる間もほぼモテキですもんね。これ倒した。おお、この飛行機の方がいいような気がするな。最後のコンティニューですけど。あー死んだ。
あ、やばい。あー、閉まった。道頓堀クリアですね。ディープ四天王テンプル。ああ、しまった。もったいな。間違えて使ってもうた。もう言うたらこれ最後の一機というか、最後の列がコンティニューですから。おお、残機はまだあった。痛いな。まだ生きてるか。ああ、やられた。はい、なんかステージ変わった。またこの飛行機が一番強い気がするな。倒した。もう4面クリアした。ディープトゥー通天閣。これもあと2機ぐらいしかないんちゃうの。なんかこの飛行機だけで行けばもっと進めるような気にするよね。イージーだったらね。やばいやばい、最後の残機ちゃうのこれ。最後の残機や。
死んだ、ゲームオーバー。あ、またコンテナあった。あー、そうか、クレジットないからもう無理なんや。しょうがない。ゲームオーバー。これね、ちょっと分かってきた。これイージーにしておいて、これなステレオにしない。あれですね、あの緑の飛行機だけでやりましょう。その方がいいかもしれない。これで、うん、これが一番強いな結局。うん、この他の2つ用のよりこれが一番強い気がするんですよ。あ、しまった、もったいな、ボタン間違えた。これね、 X ボタンでね、 Y ボタンか言うたら連打すれば、なんていうのかな、こっちだったらね、自分でこうやってや連打しなきゃいけないね。 Y ボタンだったら、 X ボタンか、 X ボタンだったらこうやってやんなきゃいけないけど、 Y ボタンだったら連打してたらね、常にで、あの、なんていうのかな、ちょっと口で説明するのは難しいけどね。そんな豆鉄砲みたいに出ないんですよね。この X ボタンだったらずっと出してくれるんですよ、連打してたら。でも Y ボタンだったら豆鉄砲みたいな感じですから、連打が出ない、連打できないんですよね。その違いですね。で、これだったらおしっぱでいけるんで、パワーアップした時に。ああ、死んじゃったけど。で、ボス戦は全部ボムで倒すというの。そうすればね、結構進めるんじゃないかと思いますね。5面までいけましたからね。はい、倒した。こう Y ボタンだったらこんな感じでちょっと途切れるんですよ、連打が。でも X ボタンだったらこう連打してたらずっと出てくれるんですよね。で、これでバープした時に、これだったらずっとおしっぱで、あの、攻撃してくれるんで、これができるのはこの時期だけっていうか、他の2つの時期にはこの機能はなかったんでね、これが一番いいような気がしますね。なんか他の2つの飛行機はもしかしたら上級者向けかもしれないですね。これだったらね、すごい使いやすいですね。リボス戦は常にボムで戦うと。はい、倒した。これ一面クリアですね。いや、これ面白いですね、このゲームね。初めてやりましたけど、面白いですよ、これ。なんか、フグみたいですね、この敵ね。やられてるやつね。なるべくこのレーザー維持していきたいですね。これ死んじゃったらパワーアップが連打できなくなるんでね。
あ、吹くですね、この時ね。針千本みたいな。さっきの5面って最終面やったのかな。通天閣ってね、ゲームのタイトルになってるあの面だったから。あ、しまった。よっしゃ、やられた。ゴムがなくなった途端死にますからね。これ X ボタンだと離すとこんな感じで出るんですよね。でもこれをだから連打せたら常に出してくれることになるから非常に使えるんですよ。で Y ボタンだったらこうこまめになっちゃうんですよ。こんな感じになっちゃうんで、だったらこの方がいいから、そういうことなんですよね。うお、怖っ。しかもこれ弾もある程度防げるんですね。この弾というか、これこのレーザーみたいな。ちょっとこれはボム使うか。敵が今多かったから。あー、しまった。そのままこのスポーツで行きますよ。倒した。はい。はい、3面ね。あ、しまった。うわ、むずいな。結構弾が多いんですよ、敵の。あ、これ取ったら、あー、しまった。よし、来た。これが最強ですからね。あ、テレビ来た。
今回スムーズに倒せましたね。やっぱ強いわこの飛行機は。ああしまった、一段階弱くなっちゃったな。ああしまった、急に虫ばっかりになるっていうね。ボム使うか、敵多いから。ボス来ましたね。ああ死んだ、やった、はい倒しました。なんかこの音楽、なんか必殺技使った時のなんか音と似てますね。ワオワオっていうとこはね、多分必殺技とかボムを使った時の音と似てますね。神が降臨した時の音なのかなっていうね、ボム使った時のね、神とか仏みたいな、怒りの仏みたいなのが降臨した時の音かなって感じがします。この気合みたいな声は誰の声なんでしょうね。これパイロットの声なんかな。この音ボーンってね、この仏を出した時の音とさっきのね、あのデモ画面の音が似てるんです。お、スムーズに倒せたやん。このコインというかこの小判は何なんでしょうね。点数か、得点ですね多分ね。小判いや、さっきやった時よりは進んでるとかいいと思いますよ。まだクレジットあと2回残ってますから、さっきやった時よりは進める可能性ありますね。しかもこれずっと連打でやね出るから、これめっちゃ強いんですよ。このレーザーこれが使えるのはほんとこの飛行機だけですもんね。危ね、他の飛行機はこれ使えないから一番使いやすいですよ、これね。敵一掃できますから、これだったら。で、あ、しまった。あそこ、ボムなかったのかな、今。出なかったな、A ボタン押したのに。はい、ボン。はい、倒しました。4面クリアです。まだクレジット2回ありますから。
このボーってね、このことね、ボーってやつね、これゴム使った時の神が降臨した時の音ですよね。はい、最小面最小面かどうかわかんないけどね、通天閣っていう名前だから、もしかしたらそうかもしれないってことですけど、イージーだったら結構進めますね。ノーマルだったらボム使える回数少ないから難しいですけど、うわ敵多いな。あーやばいやばい、むずいぞやっぱり。よしレーザー来た、最強レーザー来た。あーやられた、うわ激しいな、うわむずい、やばい結構死んでる。ボム使うか、ちょっと敵多いから。あーゲームオーバー。あーもう最強のレーザーになってた。うわーむずい、ここはちょっと違う、もうこれ常にボム使った方がいいぐらいかな、ボス関係なしで。あと1回な、クレジット1回ですから。これ多分初めてですよね、こっから。中ボスだと思いますこれ多分。倒した、中ボス倒しました。うわうわやられた、うわむずい、うわこの弾が散らばるのはこれ倒さん方がいいのかな、この敵は。ボスか、おお怖っ、おおでかいなおい、もうなくなったボムが。そんなもん避けられへんやろ。逃げた、これいけんちゃうの、このぐらいの攻撃やったらボムなしでも。
粘ればね。あ、だんだん速くなってくるのか、これ。動きが。速くなってるやん。うわぁ、やられた。これラスボスなのかな。でもまだ違う気がするな。ただしぶといな。あー死んだ。最後のコンテニューや。倒した倒した。あーまだあるんや。ごめんクリアやから。まだあるんですね。あれ、あら、そうか、これイージーでクリアしたからあれか。もしかしたら、そうか、多分これイージーだったから5面までしかプレイできないってことかもしれないですね。この次の6面以降やるならローマルでやれってことかもしれないですね。まあでも一応5面クリアできたから、じゃあちょっとね、今度じゃあねノーマルでやってみましょうか。緑の飛行機でハードマニア。えらいこのゲームやるなって感じです。思われるかもしれませんけど気に入っちゃったんで、結構この飛行機で行きます。もちろんこの飛行機で限界どこまで行けるかちょっと挑戦してみたいと思いますね。ノーマルで、ノーマルだったらどれぐらい行けるか。こんなとこで。あーむずい。ちょっと敵強いのかな、やっぱノーマルは激しいような気がしますね、攻撃が結構。むずい。もうゲームオーバーですよ。1回目の。しかもボム2回しか使えないしな。中ボスは倒せましたけど、このレーザー強いなあ。あーしまった、死なれた。もう1時間ぐらいこれプレイしてるのか。
盆もないからな。ああ、しまった。やられた。はい、一面はクリアできましたね。ただクレジットもう一回減ってるもんな。はい、最強。なんか正直ね、一面より二面の方がね、まだ難易度低いような気がするんですけどね。気のせいかな。ああ、しまった。しまった、もったいないな。今、最強のレーザーだったのに、やられてしまったから、一段階また弱くなっちゃったよ。なんか一面の方が攻撃激しいような気がするんですよね。二面よりね。よし、最強来た。ああ、しまった。ああ、もうコンテニューや。上からも攻撃してくるから、下からも攻撃してくるから。硬いな、おい。うわ、結構攻撃激しい。使うか。砲台が多いからね。この弾ね、弾を消してくれるからいいですよね。こうやって強いですよね、そう考えれば。あー、しまった。あ、しまった。あ、もうコンテニューや。あ、やられた。
倒した。うわこれ3面が限界かな、ノーマルでやったら。もうあれはもうクレジットあともう2回しかないし、この面で多分やられる気がするな。クレジットちょっともう少ないから、一面で一回クレジット使ってるって感じやもんな。あーしまった。あれ今連打してたのになんで弾が出てなかったんやろ。あーしまった。あーもうコンティニューや。これ最後のコンティニューですね。ああしまった、むずい。これ下手したら中ボスぐらいでやられるかもしれんな、これで。前にテレビ画面出てるのこれあれかな、ピンクの電話かな。あピンクの電話じゃないか、あれか、あのパーコとピーコや、間違えた、ピンクの電話ちゃうわ。おあの何やったっけ、パーコとピーコっていたじゃないですか、あれかなと思ったんですけど、パーコピーコちゃうわ、なんかいましたよね、ピーパーってやつね。もう最後のコンテニューやからボム使いまくろう。もう敵が多いからここはボム使わないとこれ追いつかないよな、敵の攻撃が。わあ終わった。やっぱ3面が限界でしたね。はい、こんな感じですね。じゃあ今度違う時期でちょっとやってみましょうか。このこれ以外の時期でちょっと限界を挑戦してみましょう。何回やんねんって感じやけど、結構で気に入っちゃったんでこのゲーム。はい、今度これだけで行きたいと思います。この飛行機でね、あのどこまで行けるか。さっきのね緑の飛行機と比べたらこれの方が弱いと思うんですけど、でも面積ありますね攻撃の。やばいやばい、これは最強か。これおしっぱでいけないんですよね。これはもう連打しとかないと途切れてまうんで。あーやられた。はい、
イージーだったら結構進めますね。ああ、やられた。ああ、しまった。トスカ。何なの、あんた。倒しました。やっぱ強いね。はい。二面ね。何回やってんでしょうね、もう。いやー、これはなかなか面白いですよ。いや、大阪が舞台になってるっていうのがまたいいですよね。そこが好感度持てますね、だいぶね。親近感もあるしね、大阪出身なんで。そこが一番気に入った部分でありますね。通天閣っていうタイトルがいいですよね。和風のシューティングというかね。そろそろ中ボスかな。ここで倒しときゃいいな、こいつらね。そうすればこの中ボス戦うの楽になるっていう。あ、しまった。で、二軒目が来ると。あ、死んだ。いや、強いな。ボムの強さがすごいね。この後、もう一機のね、磁気を使って、ほんで、さらにあとね、ハードとマニアもちょっとやってみようかと思います。それで終わろうかなと思いますね。だからめっちゃケチョンケチョンになるまでプレイしてるというか、ことでね、それぐらいちょっと気に入っちゃったんでね、気が済むところまでやらせていただこうかなと思います。ボン使うか。あ、しまった。
あー、しまった。うわ、来た来た来た。ああ、これでコンテナ一回使っちゃったな、俺。はい、倒した。はい、3名。いや、このゲームこんな長くやるつもりはなかったんですけどね。いろいろやろうかなとは思ってたんですけど。あ。いや、気に入ってしまうとこういう感じになっちゃうんですよね、僕の場合ね。一つのゲームに長時間やってしまうというね。で、逆にそんなに一回のね、プレイしてゲームがなったらもういいやっていうようなゲームもあれば、気に入ったゲームはこうやって長時間プレイしちゃうんで、で、そんなにいまいちってこともないけど、そんなにこうなんか、もういいやって思った時点で、ゲームをなったら1回でやめてしまうゲームもあるし、それはもうあれですね、僕のそのゲームの お気に入り度によってそこは変わってきますね。かといってね、すげえ面白いなと思ったゲームでもゲームを なったらそれでいいやって満足してしまう場合もあるから、わかんないですけど、それはね。あ、死んだ。さっきノーマルでやったときはここでゲームオーバーになりね、ゲームズオーバーになりましたけど、あー、しまった。ボム使うか、これ敵多いから。ああ、やられた。ボムなくなったな。あー、死んだ。よっしゃ。見倒した。いや、面白いな。ボッ。4名。多分これ6面が最後なんでしょうけどね。じゃあノーマルで6面までいけないと無理やもんな。
マニアだったらボムなしだったりしてね、なんかそんな感じがするな。ボムが使えないとかね、マニアでやると。いい顔した。まあこの飛行機は広範囲に攻撃できるところがいいところなのかもしれませんね。緑の飛行機だと広範囲ではなかったんでね、その代わり攻撃力あったかもしれませんけど、こっちは攻撃力ちょっともしかしたら弱いかもしれないですけど、広範囲に攻撃できるところがいいところかもしれないですね。その代わりあのおしっぱのレーザーみたいなのはないけどね。まあこれもレーザーに近いとは近いでしょうけどね、これ自体がレーザーっぽいから。でもこれは連打しとかなきゃいけないやつなんでね、おしっぱでできないタイプなんで。ああもう倒した。ごめん、ごめんまで来ましたね。ここクリアしたらとりあえずイージーの場合は終わりになっちゃうんですけど、これ多分最後の面ではないような気がするんですよね。おそらくあのノーマル以上でクリアしたら6面があるんでしょうけど、最初面ね、おそらく。まあ最初面かどうかも分かんないですけど、6面がね、7面8面ってあるかもしれないけど、この飛行機は広範囲にやっぱり攻撃できるのが売りですね、やっぱりね。おっとやばい、ちょっとボム使っちゃいましたね今。思わず敵が多くなってきたから。あーやられた。あーしまった。うわ敵多いな、難しいですねこの面ね。ボム使うか。うわ、あー結構死んでるねおい。やられたけど倒せた。ああいきなり死んだ。まだあと2回か。
あれ、コンテンツを使えるのは。ああ、そっか。倒さん方が良かったんやった、あの、小さい時に。飛び散るから。ほっといた方がいいんですよ。おお、あ、しまった。やられた。これ避けられないでしょ、これは。もうなくなった。あー、しまった。倒した。一応これで一応クリアしましたけど、はい、終わり。はい、じゃああともう一機の時期使いましょう。これはいいな、イージーになってんね。はい、とことんをやりまくるという。今度はこれでいきましょう。はい、でも飛行機の形はこれが一番かっこいいかもしれないですね。うん、そんな気がしますけど。フォーミング。これが最強か。これもおしっぱできないもんね。やっぱ常に連打しとかなきゃいけないから。あ、やられた。あ、しまった、やられた。攻撃力強いな、この飛行機。僕も一回で中央倒せたやん。あ、しまった。あー、しまった
ボスですね。はい、どうした。最強ですね。このレーザーがかっこいいですよね。このなんか赤いレーザーっていうかね。うん、強いよ結構これも。針千本のマスってやつだね。針千本のマスってやつね。昔よく言ってましたよね。指切り現場の針千本のマスってよく言ってましたよね。今あまり言わないでしょうね。昭和の時のねあれですからね。ボムなしで倒しましたよ。あいつの攻略法ちょっと分かってきたんですよね。下の砲台先倒しとけば楽勝っていうのが分かったんで、ここに密着しとけばレーザー避けれるんだよね。ほら、あでも下の砲台倒さないとちょっとあれやけど。もうボム使っちゃおう。ここでこうやって密着してれば大丈夫ですね。下の敵の砲台がなければ。はい、中ボスは弱いよ。まあ、こんだけやってたら分かってくるわな、それはな。だんだんとね、コツが。あ、しまった。こちらって書いてあるね。
はい、二面クリア。まだクレジット使ってないですよね。あれ、親帰ってきたかな、もしかして。まあこんだけやれば十分ですけどね。あ、閉めた。このおやつよう出てくるな。終わります。クイックセーブするかな。でもいいか。いやいや、終わりましょう。